はい、よっ、こんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。見ていただいて、はい、今日は生配信ですか。あ、すごい久しぶりに、もう1年ぶりぐらいだよねそうだね、はい、あ、そうですね、まあ、達夫さんがちょこちょこ去年あれだった、あのこぼってた時に少し生でやってませんでしたっけ。やりましたね。じゃあ、まあまあ、ズームでやったりとか、ああ、そういうズーム期間もありましたけども、うん、はい、久しぶりにちょっと生で放送しておりますが、はい、どれくらいの人が見てくれるか分かりませんけども、うん、はい、はい、今月もやっていきたいと思います。桜座応援してます。菊池でーす。ありがとうございます。はい、そして、はい、私、桜田達野と申します。いらっしゃー。お願いします。そして、はい、スタッフのみつるでーす。みつるし。はい、今回みつるさん、はい、こっち来ていただいて、機材等々すべてのりさん、のり近くがやってくれてます。はい、ありがとうございます。はい、うん、こんな感じで8月を振り返りながら、9月の告知を進めるといつもスタイルですけども、うん、その前に達野さん、まあ今8月ちょっと山梨まん延防止等重点なんですかね。なので8月のね、はい、2日ぐらいだったかな、うんうん、休業、はいはいはい、要請が出て、はい、その後にまん防、うんうんうん、あ、そうでしたよね、先に休業要請出て。そうですもんね、はい、はい、なので現状は8時まで桜沢は、ね、一応休業中なんですよ。一応休業中、はいはいはい、ライブで断れなかったものはマンボウで対応してる、はい、8時まで、8時までというアルコールなし、アルコール提供は一切なし、はい、というような状況ですね、はい、9月に入りましたけどねあと、はい、うん、2週間ぐらい、そう、12日までですから、はい、緊急事態も12日でしょう、うんうん、まあそのまま解除されればいいんですけどね、うん、まあ、またもや延長を、ね、なっちゃうね、可能性もなるとちょっとまたまた厳しいですね、うん、うん、うん、そんな中8月でも、うん、はい、たくさんというか、はい、ライブありましたので、それをまた見直す動画を三つずつ編集していただきました、はいはい、お疲れ様です。じゃあそれを見ながらまず8月の復習というか、はい、ね、やっていければ、こんな風にやってます、はい、のショートで、ね、そうですね、出しております、はい、ね、よろしくお願いします。じゃあ映像お願いしま す。はい、いきなり聞こえてきました、うん、イーラ、イーラ、はい、これが8月のスタート、はい、井戸夏樹さんと秋久さん、はい、お二人のデュオ第1、うん、はい、このお二人もよく一緒に来られたりとか、それぞれ別の曲とかで、ね、はい、もうよく来ていただいてますよ、うん、ギターとバイオリンデュオ、最近桜坂のパターン多いのではい、いろんなギターの方とバイオリンの方来ていただいております、うん、はい、あ、木戸夏樹さん、夏のホタルですか。ホタルを赤いね、赤い、ね、赤いホタルが最近、うん、聞いてしまってますが、はい、あ、そしてすいません、これは、はい、
夢のカブ、はいはい、カブさんと、うん、泉邦博さんの、はいはい、初登場ですね、うん、の夢のカブさん、はい、これ配信で私家で見てました、うんうん、すごいこんな元気な僕のオーラが吉郎さんがいたよな、いやいやいや、なんかでも元気出ましたね見てすごい、うん、パワフルな、うん、あの原隆さんっていうギターの方が、ああ本当は一緒に来る予定だったって、うん、所持予定これなかった、なのでうん、あ、そして泉さんで、うん、泉さんもなんだかんだ言って毎月そうほぼやってるので、うんね、毎月元気な姿を入れていいですね、うん、この二人はもともとやっぱ知り合いの方っていうか、そう、うん、沖縄でライブした時に知り合ったみたいだ、へえ、はい、沖縄、ああ、うん、はい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 、うん、また次回も、あ、はい、来月かな、あ、入ってますよね、泉さんは、うん、そう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 、うんうんうん、ね、こういうライブこそお酒飲みながら見たいところですけど来月の泉さんはちょっとノンアルコールかもしれないですね、残念残念11月のね、14日だな、うん、はい、うん、あ、またこの2人再び、そう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 、今度は逆に泉邦博氏を呼んでやるという、あ、そういうなるほどなるほど、あ、そう、今回は泉さん指導で絶滅危惧種ロックンショーしてなタイトルになってますよ、なるほど、助川太郎ジャズトリオ、純子さんと山口さん、はい、うん、もうサポートで入ってるというこの3人本当のトリオというかですね、本当にみんな、今見ていただいてます、助川太郎さんとこれ山口さん2人だけの演奏ですかね、うん、あ、こんな感じの、うーん、なかなか最近自分も山口さんと純子さんにも会えてなかったので、うん、この配信を見てまた元気なところを、はい、見させていただいてる感じですね、ジャムセッションでは、うん、あ、そうかそうか、よくお会いしてるんですけどね、うんうんうん、僕は変わらず元気にでもう元気、うんうん、そして、あ、またガラス変わりました、来ました、大郎、菅大郎さん、ピアノトロソロピアノでしたね、はい、これが8月8日でしたね、うん、はい、ちょっと聞いてみましょう、はい、thank you.
ね、はい、ずっと聞いてたい、ね、そうですね、見入ってしまいましたけども、うん、はい、実はね、菅大郎さんは今度5日ですかね、うん、今週の日曜日に、うんうん、さくらんぼ、さくらんぼ見る会っていうので、うん、今度もうすぐですけど、はい、5日、はい、菅大郎、それから中村達也、うん、なんとケンケンが入りまして、はい、やります。ちょっと時間がね、当初と変更になりました、うん、そのマンボのそれでね、4時半の5時からというようなことになってますので、うん、お気をつけてください。はい、坂田さんの、はい、水晶の歌、うん、栗田孝之さんピアノの水谷明弘さんベース、ありました、うん、これもこれ自分生で見れました。素晴らしかったです、うん、はい、うん、浅川さんもすごい、水さんもすごい、そしてでも栗田さんのピアノがものすごかった、うん、さっきの浅川さんもすごいですけども、はい、素晴らしかったですね、これは、はい、お客さんもやっぱりいつものいつもですね、おなじみのというか、多分長年のお客さんがいるんでしょうね、うん、よ待ってましたの掛け声が、ね、これはね、はい、かったので、はい、広島から来てくれたりね、うん、すごい、遠いとこから来ていただきましたよ、うんうん、そうそう、生きている私、ん、生きているあなた、他には誰も残っていない、他には誰も残っていない、はい、でこれが真夏の夜のダブ、あ、これは、はい、三菱と、はい、アタローさんっていう、はい、あのダブのミックスしてると、はいはいはい、望月雅人さんというディジュリルの方でやりました、うん、はい、でも望月さんの知り合いの方だっていう方ですよね、そのダブの方、そうなんです、はいはい、いかがだったでしょうか。いやもうさん、あの、まあ、裏話でいろんな方にご迷惑をおかけして、はいはい、まあまあ準備とかが大変だったのか、そうなんですね、あ、でも、まあ、なんとかライブをすることができて、ね、うん、本当良かったです、はいはい、うーん、この右の方がその、はい、あとはアタロウさん、アタロウさん、あの機械をこう操ってる感じの、はい、はいはいはい、あの手元でいじっていろいろエフェクトかけたりディレイをかけたりしてるという、ミツル君たち出した音を加工してる、そうなんです、あー、そういうことか、あー、なるほどなるほど、へえ、じゃあちょっとノイズっぽいとかそういう感じ、うん、ノイズ、ノイズ、カオスな、カオスな、カオスな感じ、へえ、こんな映像の感じなんですけど、なるほど、うんうんうん、また近いうちにできたらと思うので、あー、すごい、うんうん、リベンジをちょっとなるほど、分かりました、はい、ぜひ、うん、これがもう本当にお盆の真ん中ぐらいにやったんですよね、そうですね、うん、8月11日にありました、はい、ありました、はい、はい、そして大村光トリオ、はい、古谷純さんのピアノ、うん、吉田豊さんのベース、はい、で大村光さんドラムス、なるほど、はい、おときはもうあの、まん、まん延防止処置が、うん、あの発令されて、あ、そうか、これ急遽無観客で配信のみ、はい、うん、休業要請ですね、うん、休業要請、はい、ちょうど古谷さんのピアノのシーンに来ましたよ。おう、うん、古谷さん、古谷さんね、はい、ちょっと告知しますさせてください。はいはい、はい、どうぞ。2days というのが、あ、松下正直さんね。ああ、今月9月、うん、今月の16、はい、17とございます。うん、はい、ぜひ
いろいろ16日と、はいはい、メンバーが変わってやるんですけどね、まあ、あのホームページの方だちょっとチェックお願いします、はい、そして、はい、桜座ジャムセッション60回目60回目、この中よく開催されましたありがとうございます、ねはい、先ほど出ていただいた古谷純さんと、あ、そうですね、僕と純子さんのベースと、はい、で大山一成さんのドラムでやりました。いつもの、はいはい、ホストメンバー今ちょうど映ってますね、はい、ギターの方とかベースの方が変わりました、はい、あのベースの方は、はい、カフェパストリアスというお店を甲府でやってまして、たまたまそのスタッフの人、ね、あと、まあ、あの支配人、ああ、へえ、はい、それであのたまたま休業要請で、あ、そうかお店営業できなかったからというわけだけど、ああなるほどなるほど、へえ、そこの方もあの国際で、うん、ボーカルと、うん、まあ、金子さんっておっしゃるんですけど、5歳で来てくれました。あ、本当に、うん、すごいすごい。ジャムセッション9月も一応予定はしてる、はい、23、24あたりをちょっと一応、はい、予定日にお伝えしますので、はいはい、お願いします。結構でも参加者の方いますねうん、なかなかこの時期だからどうなるか、はい、逆にところが、うん、あ、そうか、他がちょっとなかなかやってないから、うん、ここでというのもあるのかな、うん、来ました。これはつい最近ですね、うん、チャンティさんライブ引き物語、うん、北風がくれたテーブル掛け、はい、これいつだったっけ、これが土曜日、土曜日でしたっけ、先週の土曜日、はい、うん、そうだ、この時野武さんまたバイオリンの方が一緒にやられてたんですよね、はい、うん、朗読も一緒に、うん、さあ、そうだそうだそうだ、はい、上手でしたよね、野田さん。はい。ねえ。この世間でどうじゃ。ねえ、それじゃ困るよ。うちは貧しくて、あの小麦粉が今月の最後のパンになるはずだったんだ。もうどうしてくれるんだよ。そうか。おお。いいものを思い出した。いわゆる朗読のあれですけど、あの、ね、演奏を途中でこう効果的に使いながら物語を進めていくので、うん、面白いですよね。あ、そしてこれはちょっと後半の分なんですかね。そうですね。ベースが遠藤秀也さんと、はい、パーカッション金森雄一、うん、でバイオリンがまた後ほど野武さんが出てきまして、はい、こちらもなんかオリジナル中心っていう感じですかね、うん、はい、
はい、終わりました。ああ、以上で、はい、終わりでした。はい、すみません。じゃあ、今までのが8月振り返り動画、うん、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか、辰野さん、8月、うん、だと。え、いろいろ緊急事態やられてて、バタバタしたのかもしれない。お客さんも少ないし。ああ、まあまあ、そう、ね。入ったね。あ、まあ、演奏とかね、一生懸命こちらも対応はしてるんですけどね、はい、はいはいはい、しょうがない、しょうがない、まあでも今月は、9月はそうですね、またたくさん いろんなライブ控えてますのでやりましょう、はい、じゃあこのまま9月、少し告知をしていきますか、はい、はい、はい、お、いきなり来ました。いつみくにひと、先ほども映像見ましたけど、石原たけしさんのまたお二人のライブ、うん、あります。時間が早まってます。あ、さっき言ってたそうですね、5時半、6時からスタートで、まあ、8時までの、8時までですね、時間制限あります。この、はい、石原さんってどういう、はい、初めてですね、いいですか、ギターボーカル、ちょっとソロの演奏や、あ、ギター日本のユニットピラルクというバンドのユニットを中心に活動しておりまして、沖縄の高江というところに住んでいらっしゃいます。はい、でその沖縄といえば、あの基地問題で、揺れてる高江という場所なんですよね。で、まあ、そういう問題があって抗議を始めて、あの高江だけの問題じゃなく、全国の問題として、問題を発信して意思を表明して、音楽活動を続けていると、うん、まあ、そういう方でございます。あ、楽しみだな、ね、そうですね、始めましたので、はい、でも沖縄から来るのなんか大変そうですけどね、この、まあ、でも、はい、楽しみです。はい、これが、はい、ついもう3日明日明後日、はい、そうですね、あります。はい、続きまして、あ、先ほどちょっと紹介しました、はい、桜を見る会、はい、菅大郎経験、中間達也ライブよ、いや、これは春に一度見ましたけども、うん、ね、すごい、そう、すごいしか言うようがないというか、まあまあ見れる、うん、そうですね、あの熱狂というかな、聞き迫るというか、狂気です、狂気、そうね、そうね、本当にちょっと怖いぐらいな感じですけど、でも、はい、すごい楽しみです。これも時間が、はい、先ほど言う5時からになったと、ね、はい、ぜひ楽しみです。はい、これが5日あります。はい、そして11日、また来、また来、まさし、まさしさん、うん、ジャパンツアー、おー、こちらも渡来さん、はい、あ、何度か日程が変更になった方ですね。そうですね、ね、これはお一人で来られて、うん、去年やっぱり、うん、コロナで延期になったのが、はいはい、なりました。調整調整で、はい、あ、今年か、今年だったのが春とかだったのがあったね、そうそうそう、あ、いろんな調整しすぎてどれがどれだか、もう分かんない、もうパズルみたいになってますね、うん、はい、はい、これが11日4時半開演です。はい、そして、あ、またもや水谷博明さんのスペシャルライブありますよ。水谷さん、またいろんな他のメンバーを連れてきていただきます。今回はビオラ畑野敦子さんとサックスの松丸圭さんです、はい、といつもの水谷さん、はい、この3人です、ね、わ、また楽しそうな、うん、どんな感じになるんだろうなと思います。はい、まあ、期待の、期待ですね。松丸さんが結構若手で有名なサックスの方だって、そうですね、はい、うん、これからのサックス界を、ジャズ界がね、どうぞ絡んで、やるかと、テイスとか、ドアガクスで、ま、待ち遠しいですよ。そうですよね。はい、これ12日、日曜日、時間が6時半、これは6時半で、そうですかね。そうですね。から一応8時まで、ちょっと短めかもしれません。はい。あります。はい、いますか。で、15日水曜日、三共ツイスト、はい、はい、はい、
もうメンバーもね、あ、先ほど来た坪井さんとか、坪井さん、佐野義明さんのアコーディオン、伊藤光志、あ、志向さん、志向さん、はい、志向さん、パルコンさん、ギターのフルコン、あ、パルコンさん、パカッションとか、パルコンさんとか、ここに、はい、これもそうですね、前回これも配信のみだったような気が、あ、そう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 ですね、急遽お客さん入れなかったので、うん、今回はお客さん、ね、入れての入れるので、はい、生で有料配信です、ね、入れる方はぜひこれも期待できます、はい、ぜひ、はい、これ15日です。そしてあ、先もちょっと出ました、松下正直さんの Todays、 はい、初日16日木曜日がこれ正直さんと古谷さん、またデュオ、デュオですね、はい、この時は、オルモストというバンド名で、バンド名、おお、なるほど。そして翌日もそのまま、はい、でこれがメンバーがいろいろいらっしゃって、はい、そうですね、ギターの田辺源さん、源さん、サックスで足立ジェイザブローさん、はい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 、ベースが須藤久志さん、はい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 、みんな甲信地方で、ね、にこの近辺の方っていう、はいはいはい、あーすごい、うーん、これは面白そうじゃないですか、いや、みんなね、実力と言いますか、はい、持ってるよね、みんな、いや、よく集めましたね、正直さん、すごい、続々と桜田に、はい、そして甲信地方に集まってきてますよ ね、 でここね、いろいろあるでしょうけど、坂さんも使っていただいて、そう、足立レイザブロさんはこの間、はい、あの彼女はあ、寺尾サフさん、寺尾サフさん、あ、そうですよね、やってましたね、してましたしね、田辺源、須藤久志さんは、ウォーター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 キャメル、あ、そうかそうか、なるほどなるほど、メンバーですね、いやすごい、すごい楽しみですね、第、17日金曜日16、17、はい、はい、2日間あるので、ああ楽しみですね、はい、ありまして、そして18日レアサウンズ大会目公演ざわめきと一応タイトルは上がってますけども、はい、夏秋文彦さん、はいはい、そして佐藤くまちゃん、恵子さん、はい、パーカッションの佐藤さんと、はい、夏秋さん、はい、この方もちょっと多分初めましてですか、そうですね、まあ、長野の方で長野、あ、みんな仲間みたいなんですけどね、こういうお二人の、まあ、デュオ公演なんですかね、まあ、いろんなが、あの、変わった楽器が出てくるみたいで、鍵盤ハーモニカ、合金、コンツォーホカ、そしてピアノ、パーカッション、で、クマちゃんもパーカッション、はいはいはい、ルーパーだったり、エフェクターを使うと、そんな楽器たちのざわめきが、ああそういう意味なのか、ああなるほど、いろんな楽器のね、あ、なるほどなるほど、わかりました、はい、これ18日ありまして、そして25日翌土曜日松倉、これはごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、はい、関東渋谷たけしさん、あ、土曜じゃないですか、いやーゆきこさん、ゆきこさん、失礼しました。渋谷さん、お久しぶりじゃないですか、松本さん、はい、待ってました。待ってました。そうですよね。はい。いつもね、渋谷たけしオーケストラだとかで、渋谷さんはもうすごいよ。なのでこのお二人のデュオ、はい、楽しみです。本当に。はい、これが25日です。そして翌26日、これもまた、奇弁学派という名目で、はい、大御所、はい、佐藤正彦さん、そうかそうか、はいはい、ジャズ界のピアニスト、うん、あ、みんなもう、
レジェンドですよね。坂井紅助、大田圭佑、あ、はい、で今堀さんも、おお、久しぶりに、すごい、うん、これもすごいですね、うん、奇弁画家と名前もまたなんとひねってあるというかこだわってますね。こだわってるって面白いですね、はい、これが日曜日、はい、26日あります。はい、一応9月はここまでみたいな感じですかね。ちょっとこの10月の寺尾さん、寺尾さんだけ、はい、ちょっと紹介しましょう、はい、その後にもいろいろあるんですけど、また次回ということにいたしましょうか。ね、寺尾さん久しぶりの春、そして秋ですよね。秋、ね、今回、あ、もう9月になったんだよ。秋でいいか。まだちょっと暑いけどな。チェチェチョルさん、ちょっと言いづらいですけども、はい。二人会。まだね、韓国の、あの、太鼓、はいはいはい。歌聞いた。サムロリー系だな、自然とこう濃厚、はい、というかね、まあでもなかなか味のある、ギターもやるんでしたっけね。一応ギターの案内も出てるので、やりますね、はい、これが10月2日入ってすぐですね、10月、あります。こう見ると9月いろいろありますね。はい、もっとね、ガンガンにやってほしいけど、なかなかそうですよね、日程の調整が難しかったね、はい、アーティストにも来てくださいって言えない、お客さんにも言えない、どうしてもっとしてますよね。なるほど、ちょっとこう、力いっぱい言えないみたいな。あ、分かります、はい、どういうこっちゃ。そうですよね。まあでも出てるメンジャーの皆さんみんな、ね、エネルギッシュなので、はい、見てて楽しいです本当に、はい、こんな感じで一応、はい、10月も、あの、何かチャットかなんか入ってるってますかね。今のところは、はい、ないですか。まあ結局、あ、そっかそっか、これに見てるだけだよね、なるほどなるほど、はい、チャンネル登録しないとコメントできない。チャンネル登録しないと、うん、コメントができない。あ、そういうことでした。なるほどなるほど、勉強になります。はい、そんなわけで、はい、ぜひあのチャンネル登録していただいたり、あのグッドボタンです、はい、あの押していただければ、我々の励みになりますと、毎月毎月口酸っぱく言ってます。すいません。ね、たまにこういうね、あのライブ配信も今後ももしやれたら、やっていきたいですね。まあもちろん編集してるやつもどんどん上げたりとか、はい、まあ、ほとんどがほとんどあの、有料配ライブ配信っていうことで、ね、やってるんでね、そうですね、まあそれを見てない方とかいろんないらっしゃるんで、ちょっとご紹介ショートでまとめて ね、はい、ご案内できればと思います。はい、ぜひ、ライブこちらの会場にも足を運んでいただくと助かります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。というのがこの配信も、ね、はい、配信の狙いかな。有料配信でも、はい、見れるから、ね、見ていただければと、はい、思います。はい、はい、じゃあこんな感じでおりますか。はい、はい、ではまた次回、10月にお会いできればと思います。よろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。